はいどうもサックンです今回はこちら加藤の221系リニューアル車の加工紹介です<お>今回は筆塗りにてつや消しブラックを塗装いたしましたあの今回は、えー、まあ、つや消しブラックメインで塗らしていただいてで最後にもパンタグラフ周りと連結器の、えー ちょっとあの色差しをしております、えー、つや消しブラックの方はちょっと詳しくいきたいと思いますが、えー、パッとミ、えーでこの転落防止ホロのところの裏側と、えー、表側の3分の1ぐらいこちらが、えー、つや消しブラックで塗装した部分になりますこの裏側も実は えー、黒になっておりましてまつ、あ、や消しブラックでつや、まあ、もない状態だと思うのでもうこのままつや消しブラックこの表の見えてる面とえー、外側のこの3分の1ぐらいとこの裏側この腕以外全部塗ってみました。 これ実はあの連結用の転落防止ホロであって連結しないようはもうちょっとでかいんですが連結用をつけますと増解決ができないのでこれにあえて艶消しブラックを塗ることでもう先頭に立ってもあまり違和感がないようにしております。 まあこれによって増、えー、解決、えー、このフォロー取り外さずにもうそのまま連結切り離ししようという作戦であります別に走ってでもこれなら問題ないかなということで、えー、この連結用にそのまま艶消しブラックを塗装しております実際このように えー、ちょっと小さめではあるんですが違和感は全然ありません普通に、えー、このまま走らせても問題ないかなという許容範囲のえー、まあイメージになっておりますそして台車の周りですけども、えー、先頭車は、えー、このように内側のこの車軸は 速度計の発電部らしきものがついているのでここは塗ってません先頭車のこの内側だけですえ中央側ですね車両のこちらは、えー、塗ってませんこの外側ですね先頭車は外側とあと空気バネですねこちらは艶、えー、消しブラックで塗っております れでもだいぶ印象変わりましたで続きまして中間車見ていきましょう中間車はもう何もついてませんので、えー、車軸、えー、妻側も中央側も両方ともつや消しブラックこの軸を塗装しております全てそうですねはい えー、他はまあ変わりはありません先頭車は中央側にえー、速度計の発電部があるということで塗ってませんで最後に、えー、パンタグラフなんですけれどももうこれあの細かいこと言ってたら全然進まないのでもうこれだけにしましたえー、パンタのスリーターを、えー、カッパー 銅色ですね。で、えー、パンダグラフのこの上がってるか上がってないかの、えー、認識するの、えー、緑、えー、蛍光の緑ですね。もう詳しく言ったらあのガンダムマーカーの、えー、グリーンですね。蛍光グリーンみたいな感じです。名前ちょっと忘れました。そういう感じの色を塗っております。 最近は黄色ななのかなそ,その辺はあ,のあまり見てなかったんですけども、えー、ちょっと間違っている可能性はあるんですが認識の緑塗っておりますであともう一つ連結器ですねここにもカッパー色塗っておりますちょっと薄めです濃すぎてもあの濃くなって ゃん色があの濃すぎて、えー、銅,銅板色じゃなくなってしまうのであえて薄めに塗っております。でまあ、えー、加工した内容まあ色差しした内容は以上なんですが、えー、これこれよりもまだいっぱい色差しする部分はたくさんあると思います。 ATS のこの蓋の鉄板とか、あとはこの貫通扉のこの縦筋とか、いろいろ塗らないといけない部分はたくさんあるんですが、まあ、あの加工の一つの一例としてえご覧いただければと思います。えー、たくさんえご意見、えー、ここ違うよとか、いろいろ足らないとか。 いろいろ聞くんですがまあこれはあのあくまでも、えー、一例ということであ、えー、げさせていただいておりますえー、もう何でもあのそういうご指摘でも、えー、ご意見でも全然構いませんので、えー、コメントをいただければと思いますあのコメントに返信はあまりできてませんがえー、毎回見ておりますので、えー、全然あのどしどし いただければと思いますというわけで今回は加藤の221系リニューアル車の色差し加工についてのご紹介でした画面の左をタップすることでチャンネル登録ができますので是非チャンネル登録をお願いいたしますまた最新の動画や関連の動画は周りに貼り付けておりますので是非ご覧ください